こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですかマコさんの結婚問題や岸野宮邸の回収費用の問題、さらには皇位継承問題と、国民の注目と関心を集め続けている皇室問題。そんな中、現在は上皇后となられた美智子様が、またしても雅子様を陥れようとしていたようなのです。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、 紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、秋篠宮家がここまで問題視される理由について紹介いたします。さて、秋篠宮邸の改修問題について紀子様はお誕生日の会見で詳細な説明を行い、宮内庁の西村康彦長官も定例記者会見で謝罪しました。しかし、その真相はますますわからなくなっています。紀子様の文書によれば、 文室に支質部分を残すことは、公私職退封からの発表だったそうです。一方で西村長官の会見では回収費が高額になったのは、秋篠宮ご一家の責任ではなく、宮内庁に責任があるとされています。過去様の旧ご家具所での一人暮らしの状況と、それにかかる費用なども依然として不透明なままの状態。秋篠宮様は11月30日の誕生日の記者会見で、 私自身がそのことについて、かなりぐずぐずしていたということがあります。とコメント。発言が遅くなったことについて反省されつつも、依然として状況がはっきりしないことに対する疑問が残ります。やはり浮世離れした存在としての印象が強まっているように感じられます。以上が一つ目の記事の内容です。たとえ皇室が何千年続いていようが、秋篠宮家が国民の支持を完全に失えば、 久人様の好意継承どころの話ではないと思いますよね。今後も秋市の飲み明けによる問題が続くと、本当に皇室全体に対する国民の信頼が失われてしまうと思います。では二つ目の記事に移ります。さて、皇室の問題に対する国民の関心は、はるか昔から続くものであることは言うまでもありません。かつて皇室問題で注目を集めた例として、 秋篠宮殿下の体への不倫旅行疑惑や、紀子様の父である小川島達彦氏の皇居となり込み問題などがありますが、特に注目を浴びたのは、当時の皇太子であった天皇陛下による人格否定発言でしょう。内情に詳しい皇室ジャーナリストは次のように述べています。この発言は2004年に行われた記者会見でのもので陛下が雅子様に関して、 マサコ様の人格を否定するような動きがあったと述べたものです。具体的には2004年5月10日、デンマーク・ポルトガル、スペインの三カ国訪問の前に行われた会見での出来事、ヨーロッパ訪問に関する穏やかな質問に対していつも通り答えていた陛下でしたが、質問がマサコ様の体調に移ると、その表情がにわかに固くなりました。マサコにはこの10年、 自分を一生懸命皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが、そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。そして、驚きの言葉が続きます。政子のキャリアやそのことに基づいた政子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。これは15年以上前の出来事ですが、この会見を見た際の驚きは忘れられません。いつもは柔らかな笑顔を見せていた当時の皇太子殿下が、 いつにも増して厳しい切羽詰まったような目をしていたのが印象的でした。雅子様の人格を否定するような動きがあったことについて、皇太子が口にするのはあまりにも異常なこと。雅子様が皇室内でどんな困難に直面しているのか、当時の様子が気になります。かつて陛下が述べた、雅子の人格を否定するような動き、とは、一体どのようなものだったのか。最新の、文芸春秋によれば、 この問題に再び焦点が当てられることになりました。今の皇室という場所では、個人の人権が一切守られていない状況があります。選挙権や戸籍の概念がなく、職業選択や信教の自由が制限され、さらに財産権も制約を受けています。どこへ行くにも即営官が同行し、何をするにも両陛下や警察庁長官、そして総理大臣に逐一報告しなければなりません。 皇族は監視下での生活を余儀なくされています。赤坂御用地や御所など、高い塀に囲まれた空間でまるで遊兵されたような状態、あるいは囚われの身にあるとも言えるでしょう。このように一見きらびやかな生活を送っているかのように見える皇室には、人権侵害が蔓延しているというのです。そして、その中で一心に人権侵害を受け続けてきたのは、雅子様だとされています。 政子様は1993年に今の天皇と結婚され、皇室に入りましたが、当時の組織は現在以上に人権擁護などが考えられないものでした。体調が悪くても公務に出るのが当たり前と言われ、無理を押してご臨席され、お子様がなかなかできなかった時期には道子様に批判されたこともあります。これらは何者でもない人権侵害の典型例です。政子様は、 バート大学や東大で輝かしい経歴を築き、外交官としての経験を積まれた方ですが、ある日突然皇室に入ることとなりました。皇室の中で人権が侵害されている状況に直面し、一体どうなっているのという強い疑問を抱かれました。結果的には美智子様が牛耳る皇室の環境に馴染めず、適応障害と診断されることに、雅子様は現在でも一貫して、 皇族は人権が守られない立場で良いのか、という問題に対する意識を持ち続けています。結婚後も、およつぎ、お産むことへのプレッシャーに苦しみ、2003年12月には、退場方針を発症し、宮内庁病院に入院されました。また、天皇陛下が雅子様をかばって、雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。と、 人格否定発言をされたのは翌年の5月でしたその後、雅子さまは適応障害と診断され、主治医で精神科医の王の広志氏のもとで療養生活に入ることになったのです。以上が二つ目の記事の内容です。こうした道子さまの問題について、宮内庁は HP で事実と異なると反論していますが、実はメキシコのフォックス大統領も回顧録について触れているようです。 雅子様がこの後表舞台に出なくなったことをとても心配し、残念がられたとされており、週刊誌の記事が正しかったことを証言しています。平成の時代が終わり、み子こ様の皇后時代の功罪についての検証が進められる中、メディアが改めてこうした悪行について振り返る記事を掲載したことは素晴らしいことですね。そんな最近の皇室事情ですが、続いては昨年大きな話題となった小室圭さんの問題について、 事件を風化させないよう振り返ってまいります。さて、昨年3度目の司法試験に向けて勉強を続けていた小室圭さんですが、皇室事情に詳しいノンフクション作家の工藤美代子さんは、次のように述べています。2回目の試験に落ちた際、あと5点だった、という小室さんの言葉が報じられていますが、これは非常に危ない兆候なのです。今回たまたま不合格だったけれどいずれ受かるだろう、という考えは、 落ち壁がつく人の思考パターンそのもの、そういう人は弁護士になれず、収入がなくても誰かが何とかして養ってくれる状況にあるケースが多いです。これまでの小室さんを見る限り、弁護士になるという、熱意に欠けている印象は否めません。そう考えたとき、弁護士以外の道に進むのも一つの手かもしれません。実際のところ、北米では皇室の伝統や格式への関心が高く、 マーケットバリューは非常に高いのです。マコさんの独占インタビューや告白本の出版公演のオファーがすでに来ていることも報じられていますし、秋篠の三宅と宮家徳内庁が今恐れているのは、小室夫妻がイギリスのメーガン妃のように皇室ビジネスを始めることかもしれません。このように持論を述べた工藤さんですが、この発言について、元区内庁職員の高知誠一氏は、次のように見解を述べています。 小室氏のコネを期待して、事務所に仕事を頼む日本企業があると期待されるから、雇用契約を維持するといったことを書いている記事が多いですが、正直なところ非常に抽象的で、具体的にどんなメリットがあるのかわからない通常採用なら全く問題はないのですが、アメリカの法律事務所も美術館も事前事業を営んでいるわけではないから、費用対効果を判断し、いろいろな便宜を提供してきたのでしょう。 仮に小室氏が合格しても、これまでの経歴等から弁護士ではクライアントも多くつくのか疑問な点もあります。彼自身の性格も考えれば、レベルの高いニューヨークの弁護士会で生き抜けていけるかどうか。また、このまま現在の法律事務所もリーガルアシスタントとして雇い続けるかも疑問でもあります。以上が三つ目の記事の内容です。 何と言いますか政府もいつまでも小室家を支援して税金の無駄遣いするのはやめてほしいですね。宮家と関わりを持つことで利益を享受したり裏で格索していることが次第にバレてきているわけです。実際、家賃収入より高くてもロイヤル生活が維持できているのは、真子さんの貯蓄もあるでしょうが、道子様をはじめとした経済支援があるからです。 国民に喧嘩を打ってニューヨークに行った小室夫妻ですし、一生懸命働いて納めた税金がマコさんたちに渡っていることを考えると、税金を払いたくないという人がいるのも納得だと思いますね。では四つ目の記事に移ります。さて、宮内庁は先月、上皇ご夫妻の住まいとなる東京都港区の赤坂御用地内にある旧赤坂御所を報道陣に公開しました。 ご夫妻は先月の26日に入居され、名称は同日、上皇の住まいを意味する、戦闘御所に変更されています。このうち、事務所部分の一部は今後も改修が続くとのことですが、トータルの改修費用は約6億4千万円となる見通しとなっています。また、上皇ご夫妻の支出部分にはエレベーターや手すりが新たに設置されたほか、 一部の階段をスロープにするなどのバリアフリー工事も施されていますこのように宮内庁は先頭御所の詳細を明かしましたが、これに対して元区内庁職員の高知誠一氏は、次のように述べています。正直、お引越し費用の総額に驚きを隠せませんよ約6億4000万ということを宮内庁が正式に発表したわけですが果たしてそこまで税金をかける必要があったのか、疑問を持ってしまいます。 やはり庶民とは金銭感覚や様々な価値観が異なるのでしょうが、一般的な年金生活をされている高齢者の方々と比較しましても、あまりに差がありすぎる。でしょう。来客用に使われる5つのお部屋についても、皇居とはそもそもの役割が違うのに、一体なぜ回収する必要があったのか。これまで天皇家がお住まいの皇居については約8億円の予算で回収されていますが、 昨年は皇居宮殿の天井から落ちて亡くなった方が報道されています。どちらかというと、戦闘御所ではな皇居の工事を優先するべきといった意見があるのも当然だと言えます。やはり天皇陛下がお住まいの皇居宮殿こそ、国の予算を使って補修なり建て替えを行う必要があると思うのですが、いずれにせよ、上皇ご夫妻がここまで赤坂御用地にこだわった理由についても波紋を呼んでいます。 特に道子様は、以前から思い出深い赤坂に戻りたいと強く願って来られましたが、ここまで赤坂御用地に執着しているのは、秋篠宮家との関係もあると言われているのです。ご存知の通り、現在の秋篠宮邸は赤坂御用地にあります。平成の時代から秋篠宮家及び最愛の孫であるマコさんを愛していた。道子様はつの住処を秋篠宮家に近い場所にしたい。 そのように私がまだ宮内庁にいた頃から口にされていました。わざわざ多額の税金を使って大回収するよりも新しい場所へ引っ越した方が安上がりだったと言われていますが、それでも赤坂御用地にこだわった理由はここにあるわけです。これまで秋市の飲み明けと蜜月の関係を築いてきた道子様ですが、最後までその意志を貫きたい。そんな強い思いも今回のお引っ越しからは伝わってきますよ。 以上が四つ目の記事の内容です。上皇ご夫妻は生前対応なさった以上、一線を退かれた立場であればなおさら一般の国民と同じ目線に近い立場の生活環境をすべきだと思いますよね。日本国民の実際の暮らしぶりを知ってほしいですし、美智子様は思い出の地だからと述べていますが、庶民にとってはお金も限られていますし希望通りに物事が進むこともほとんどありません。さて、 これについて日本の人々はどのように反応したのでしょうか。その一部をご紹介します。上皇ご夫妻の出席を許可しなかったということも、陛下にとって一種の追い目のような気持ち。もうすでに引退しているのでしょう。この老夫婦は、それも自分たちの意志で、なんでそこまで気を使わなければならないのか。 引退した人間に気を使うぐらいなら、他の皇族の方々にもっと配慮するべきではないのか。陛下の意志で老夫婦を欠席させたのなら、なんでアホのアや一家も欠席させなかったのだろう。国民からソース感を受けているのはご存じないのか。信じられないですね。そんなにマウントを取りたいですか。最後の年だけ8万人なのに毎年8万人だったと思いたいのでは。少し記憶の方になんが。 本当にもう上皇夫婦に挨拶などいりません。上皇夫婦から来ればいいのです。大体退位されて何年経ちますか。両陛下の方が位は上です。そこを分かってもらわないとと思うけど、上皇は認知症だしもしかして上皇后も、本当に困ったものです。ところで、秋篠宮家の長男は陛下に挨拶に行ったの。両陛下が忙しいからスルーしてない。 言ったって記事を見てないですよね。この長男、上皇より陛下の方が偉いことを分かってないんじゃないの秋篠の三宅にまともな人はいないの精神女子大学、ICU、国際キリスト教大学、上智大学、セイントソフィア、は、キリスト教の大学です。美智子様は、家族、小高、揃ってクリスチャンだし。 道子様が受代した時の宮内庁長官を浜尾自重長もクリスチャンでした。道子様は皇居の地下に礼拝堂を作っていたそうです。平成から令和に変わっても、平成夫妻が皇居から出ず、高輪邸、吹上戦闘御所、赤坂戦闘御所と引っ越しを繰り返したのには、皇居に大掛かりな改装工事が必要だったからです。平成だって1万人台はザラにあるんだけどね。 特に今年は被災したり地震関連の仕事、ボラではるばる東京まで来られない方々、悪天候で諦めた方々もいるだろうし、それで1万4千人集まったんだから大したもんだよ。こう有数の多さだけでぐじぐじ言うやつ見てると、かぼちゃハサミのセリフを思い出すわ。何人助かったって、玉入れ競技じゃねえんだぞ。一人だけしか助からなかったら、その一人に、お前は助かったけど意味はない。 っていうのかって感じのやつ。知ってる人いるかなそれでも数が大事だって言うなら、天皇ご一家オンリーの一般参賀と、皇子家オンリーの一般参画やればいいんだよ。散々関令縁破ってきたんだから、皇子様のお誕生日をお祝いしましょうって一般参画開くくらいできるでしょう。一万四千が少ないなら、皇子様のお誕生日一般参賀には十万単位の国民が押し寄せるんじゃなくて、 動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。